私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒。時間通りだ、カフカ。エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の脚本に含まれているの？システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウンと書いてある。君がやったの？反物質レギオンがやった。奴らはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら？わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だって、エリオの脚本にないものはどうだっていいもの。これはヘルターかしら？うん。若いのね。前琥珀期の時点ですでに有名だったわよね。もう100歳は超えてるんじゃないかしら。彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの司令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない？私の記憶によればクラブの歴史に名を残した80数名のうち大半は天寿を全うしてたけど、
そういえば数日しか生きることができなかったやつもいたわよね。名前覚えてる？そう。でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも不老不死とか言ってすぐ主人公にやられてるし、長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて、同盟のことを言ってるの？反物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、週末中も一匹来てるから。呼吸するその感覚覚えておいて。痛くないわ。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにやったの、銀狼？座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。興味深いものがたくさんある。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう。じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。ヘルタ、君は会ったことある？宇宙ステーションに自分の名前をつけるなんて、センスがいいのか悪いのか。本物は会ったことないけど、肖像画なら何度か見た。残念。
ま、知恵の従者たちは何を考えているのやら。この先は宇宙ステーションの中心エリアだ。反物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。タイミングが悪かったよね。ツンと来るやつで行こう。バトル体験を改善しないと。このスピードで？遅すぎる。まだオープンしてないの？止まって。前に何かいるわ。待ち伏せされていたのは私たちみたい。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。こんなすぐ餌にかかるなんてね。呼吸するその感覚覚えておいて。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。タイミングが悪かったよね。誰もいないわ。ちゃんと避難したのね。ヘルタが自ら指示したのかしら。
訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理アスターという人が指揮したみたい。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということは本当にここにはいないみたいね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来で。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。わかったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。ある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。あら、この端末メモリーがなくなってる。ここは監視室。データを削除して逃げたんだと思う。よくあること。宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど性格は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。でどうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。シンプルだけど効果はある。ほら見つけた。これは奇物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。
すが天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐそこだ。急ごう。独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。ヘリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。彼女に新しい名前をつける？そうね。どうしたの？ぼっとして。手放したくない？そうね。今までずっと性格を奪ってきたけど、送り出すのは恥。これでいいわ。どれぐらい記憶が残ってるの？彼女少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間。ここ宇宙ステーションだけど大して重要じゃないわ。聞いて。今とても混乱しているわよね。自分が誰でなぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど信用していいかわからない。でもこれらは重要じゃない。重要なのは私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから今からはもう過去のことを考えたり自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて。これから君は数えきれないほど危険な目にあって恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち、夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら？それでいいわ。聞いて。今の気持ちを忘れないで。心に決めたことに従えば必ず物語の結末にたどり着けるわ。私は君のそういうところが好きなの。もういいでしょ。脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。分かってるわ銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて。すぐに誰かが見つけてくれるから彼らについていくといいわ。君は私以外の全てを忘れる。
選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間、これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え、うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺は炭鉱、こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで。うちらがこのピンチを解決するから。うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ。よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し止まるんだ。もし何か問題が起きれば正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。え、見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。珍しいものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。あいつら逃げてきたんだ。うちが懲らしめてやるから見ててね。
うちに出くわすなんてついてないね。始めようか。あんたの番だ。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決で行こう。殴ったね。後で真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。道は知ってる？あれ？そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど、本当にここの人なの？記憶喪失？やっぱり怪我してるみたいだね。まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげるから。うちがいるんだから負けないよ。あんたの番だ。殴ったね。逃がさない。痛くも痒くもない。ほら、やっ、殴ったね。うちの出番。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。動かない。
ないでね。今祝福してあげるから。あんたの番だよ。痛くも痒くもない。逃がさない。うちに出くわすなんてついてないね。ほら。殴ったね。始めようか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。え、なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが、命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。どけ。騒ぎを起こしたくはない。せいっ！はっ！いや！始めようか。即戦即決で行こう。ふん。ルールは破るためにある。
うち今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか。そうだよ、うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか？確かカードを一枚渡されたような。ミツキ、どこにしまったか忘れちゃった。おい、お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残って、そっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ、うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。反物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。気の使い方がおかしいでしょ。ありがとう。
反物質レギオンの侵入の目的に心当たりはあるか、アラン。ミス・ヘルダの収集品が目当てだろう。だが、こんなことをしてまで、なぜ？ミス・ヘルダの収集品の中に性格が一つあると聞いたが。それは、俺の立場では得られない情報だ。これ！これ！今さら後悔しても遅い。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。どれどれ、キラキラなものはないかな。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ブリッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。ねえ、このキラキラしたのってまさか光塩水？スターピースカンパニーにしかないやつだよね。いや、光塩水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、ヘルタはどうやってこれを手に入れたのか。これら光塩水の入手先はどれも真っ当だ。だが俺の口からはここまでしか言えない。とりあえず身につけてみろ。戦いの役に立つ。もうエレベーターに着いたの？あんまり敵に遭遇しなかったね。声に出して言っちゃうとヤバい気がしてきた。成長したということ。
下手に動くな。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。騒ぎを起こしたくはない。同天元気超無一角、ふっはっ。うちのとっておきを食らえ。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決でいこう。ルールは破るためにある。この機会を逃さないで。やっ、うん、逃がさない。殴ったね。どけ、騒ぎを起こしたくはない。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、くらえ。争いに意味はない。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。美月ちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。最後に相手した半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるし、すごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。
俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く。じゃあな。はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。つまり列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間、美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんた、ちゃんと考えてから答えてよね。うちらは若いんだよ。はつらつと前に突き進むべきでしょ。この人、結構見る目があるよね。でしょ、タンコ。俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたち、もう仲良くなってるじゃない。行くわよ。アスターがあんたたちを心配してるわ。追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター所長、戻ったよ。はぁ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はあ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。こんにちは。何か知りたいことがあるの？
ここは宇宙ステーションヘルタ。もちろんその所有権は偉大なるミス・ヘルタにあるわ。ヘルタはもともと器物と異物の保管庫として作られたの。でもミス・ヘルタの追従者たちが管理と研究に参加して、ここは次第に科学研究基地になっていった。あなたたちが通り抜けてきた収容部分には多くの器物と異物が収蔵されていて、研究の中心的な場所になっているわ。今私たちがいるのは主制御部分で、宇宙ステーションの制御中枢よ。このステーション内にはミス・ヘルタのプライベートルームがあって、中には最も貴重で稀有で危険な収集品があると言われている。彼女の性格からしてその可能性は高いわ。はあ、彼女はほとんどのことを所長の私に言っていないのよ。私は宇宙ステーションヘルタの所長。でも実際はミス・ヘルタの代わりにここを管理するだけの人間よ。ミス・ヘルタは天才だけど、バラバラのスタッフを管理したり、宇宙ステーションを代表して直接かつ丁寧に博識学会の難癖に対応することは彼女の能力を超えているの。たまたまその部分は私が対処に向いていたのよ。学者たちの対応は家の口うるさい老いぼれたちより簡単なの。彼らがいくら天文学はあくまで観測の学問であり、経済的な価値を生み出すものではないと口にしても、ミス・ヘルタを目の前にして同じことを言えるかしら。たとえどんな難題でもミス・ヘルタの意思だって言えばいいのよ。ヘルタ本人こそ知識の価値の象徴だもの。彼女のおかげで私は星を数えながら寝られるのよ。そうじゃないと帰って家業を継がないといけなかった。考えるだけでも恐ろしいわ。アーランは休憩区で傷の手当てをしてるわ。彼は自分の限界をよく知ってる。もしまだ痩せ我慢をするのなら、後でちゃんと叱らないとね。私結構怒ってるのよ。スタッフ全員の避難が終わっているのに、彼は命令を聞かず、もう一度収容部分を捜索すると言って譲らなかった。彼が誰一人として犠牲にしたくないのは理解できるわ。防衛課は彼にとってただの仕事じゃない。アーランは怪我をしても気にしないの。彼は他人を守れるかどうかだけを気にする。そうして初めて認めてもらえると感じているの。彼の気持ちもわからなくはないけど、やっぱり自分を大切にしてほしいのよ。ミス・ヘルタね。彼女は天才クラブの会員で、知恵のアイオンお気に入りの天の長寿よ。ヌースが誕生して以来、そんな人間は84人しかいないわ。だからミス・ヘルタはとても気まぐれで、興味のあることしかやらないし、興味がなくなったらすぐに離れるの。この宇宙ステーションもその産物なのよ。少し前に彼女の原稿を参考資料として借りたわ。まだ主制御部分にあるはずよ。興味があるのなら見てみてね。あなたとのおしゃべりで少し気分が落ち着いたわ。やっぱり人との交流は気分を向上させるのね。どうしたのかしら？興味津々のようね。宇宙を走る列車よ。もっと言えば、星球列車は開拓のアーヨーンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。開拓、アーヨーン、アキビリが何なのかについては、ここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名詞を言われても困るでしょ？光塩水はガーデン・オブ・リコレクションが発明したものよ。記憶のアイオーンの追従者たちは、記憶の断片を抽出して光塩水を作り保存することに成功した。もう分かったでしょ？光塩水が記憶を残すことができるなら
経験や能力も残せる。だから後円錐は非常に貴重な器物で、スターピースカンパニーでは二級完成の流通商品なのよ。私が知る限り、スターピースカンパニーだけがガーデンオブリコレクション公認の後円錐化技術を獲得しているわ。ヘルタが彼らとどんな交渉をしたのかわからないけど、彼女の性格からしておそらく正規の方法ではない。どの後円錐も大切にするのよ。それらは元の持ち主にとってはとても大切な記憶なのだから。ううん、私はあんたについて何も知らないわ。でもその雰囲気には覚えがある。あんたに関して心当たりはあるけど、確証が何もないから、今はこの小さな秘密は秘めたままにしておくわね。自分の過去がそんなに気になる？あんたは過去より未来を気にするタイプだと思ってた。私がそういうタイプだからかしら。何かあればいつでも聞きに来てちょうだい。スタッフのケアはお願いね。何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。もし俺がもっと早く半物質レギオンに気づいていれば。大丈夫だ、このくらいの痛みなんて何ともない、とっくに慣れている。他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。今言ったことはアスター所長には言うな。やはり数名のスタッフが不幸に見舞われた。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らの精神状態が心配だ。ほとんどの者はミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕もないんだ。彼らがこの危機を乗り越えられるといいんだが。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だった。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、俺もついてきたんだ。研究はよくわからない。だが研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたらそれでいい。この騒動が早く収まることを祈ろう。下げてアルフレッド。あ、ごめんなさい、人違いだったわ。ありがとう若い人。私たちは今衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従ってバーを動かして。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号を露波器に出力するの。内容が多かったかしら、覚えられた？準備はできた？3、2、1。完璧よ、ありがとう。助かったわ若い人。もともとこの部分を担当するのはアルフレッドだったんだけど、さっきまで収容部分にいてまだ戻ってきてないのよ。エイブラハムと彼は仲が良かったから
子のことを彼にどうやって伝えればいいのかしら。宇宙ステーション維持するのが最優先だから、まずは目の前のことに集中するわ。もう行くぞ。逃げるんだ。私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても、明日からは逃げられない。見たまえ。バリア識別端末は142,856回の攻撃を記録している。次の数字は142,857回だ。私は信じている。この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生もその最後にたどり着くのだろう。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する、善良な人よ。行きなさい。ここは私が。でも行きましょう。サポート部分シールドは持たない。あなたたちもここ任せて。早く。通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅大君が手を出してこない限り、ここは安全だわ。でも、うちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ。終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。反物質レギオンにとって、ここの防御システムはあまりに脆弱だ。レギオンにはアイウォーン・ナヌークの祝福がある。それに準備も整えてきているはずだ。ここの人たちでは守りきれない。だからこそ、私たちは必ずここを離れなければならない。それも彼女を連れてね。ん？なるほど。彼女は重要な存在なんだな。彼女は突破口なのよ。もちろん私の勘違いってこともあるけど。そうか、分かった。次は何をすればいい？ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。幼児ちゃん？幼児ちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？俺たちの行動は請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、ベルトさんも嫌でも気がつくだろう。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。
争いに意味はない。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。アウト。さあ、全部あんたのために用意したのよ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。出口はあっちだけど、どうやって行けばいいの？燃やし尽くせ。逃がさないわ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。いい感じ。あいつで練習する？
いい感じ。列車はまだ来ていないな。きっと近くまで来てるって。うち目がいいから先に行って見てくるよ。待て、見つけ。本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。下手に動くな。始めようか。戦闘は精巧なデザインなの。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。ちゃんと直さないと。逃がさないわ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。ほら、即戦即決で行こう。やっ、始めようか。もちろん誰でも構わないわ。争いに意味はない。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。やっ、逃がさないわ。戦闘は精巧なデザインなの。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。ちゃんと直さないと。順番にね。
ついさっ。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。やっ、あんたの番だよ。騒ぎを起こしたくはない。今だ。デザインなの。ふっ、せい、はあ、いかがで早くない。もうやれ。始めようか。くらえ！逃がさないわ。直さないと。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。大丈夫だ。場所を変えて話そう。ここは宇宙ステーション。起きたのか。
無事で何よりだ。すでにレギオンの脅威は去った。安心していい。ここは宇宙ステーション、ヘルタだ。もう少し休んでおけ。ああ、それからお前のビーコンアドレスを教えてくれないか。何かあればすぐに連絡する。それと姫子さんがお前を探していた。後で彼女に会いに行ってくれ。目が覚めたのね。美月ちゃんたちには列車に残って辺りを見張ってもらってるの。そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。見ているのは私が作ったロボット。この子を操作してあなたたちと会話してるの。今の性格はこのお子ちゃまってわけ。じゃあしっかり観察しないとね。まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのはこの覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？それに性格は彼女の体内でとても安定しているわ。そうね、このお子ちゃまの体質本当に興味深い。別に言ってもいいよ。私は、なんだっけ？姫子？と、科学について議論する。科学は客観的なものであり、忌避すべきものは何もない。あなたの立場なら、この場で聞いていた方がいいとは思うけど、何しろ、私はあなたに関係するいろいろな計画を立ててるから。というわけで姫子、彼女を研究してもいい？
それは私が決めることじゃないわ。彼女に直接聞いてちょうだい。研究ね。あなたの体内にある性格は爆弾と大して変わらない。どんな危険性があるかは誰にもわからないの。もしかしたら突然爆発してあなたを困らせることになるかもね。天才が喜んで助けてくれるんだから感謝すべきでしょ。要するに今はまだあなたに興味があるってこと。でも熱意がなくなったらお願いされても研究しないよ。今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。感謝して。私が手伝ってあげる。これはスターピースカンパニーの財力をもってしても受けられなかったサービスだよ。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ私に関係ある？はあ、あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。もしあんたが望むなら私たちと一緒に行くこともできるわ。列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ないときは私が後のことを考える必要もない。それなら天才クラブの他の会員に会ってみた方がいいかもね。たとえ彼らがあなたを売り払ったとしてもあなたはお礼を言わなければならないの。その点私は自分の言いたいことをちゃんと言ってる。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。そう焦らないでヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼女にはアスターとも話をしてもらってちゃんと考える時間をあげましょう。私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし会いたい人もいるでしょ。焦らなくていいからね。決まったら私を探しに来てちょうだい。こちらはミス・ヘルタ。天才クラブ会員番号83番の称号の方が聞きなじみがありそうね。彼女は幼くしてソリトン波の難題やスパークスモデル予想を解き明かし、
青年期にはシグマ粒子の変換方法を発見、そして壮年期にはヘルタシークエンスを提唱し、若返りの論文を発表したの。年老いた彼女は若返り、再び虚数が満ち溢れる現象の謎を解き明かし、宇宙の果ての性格を捕捉し封印に成功した。ヘルタは自身がいる惑星を滅亡の危機から19回も救い、アイオーンに2度拝謁してる。この宇宙ステーションはまさに彼女の財産なの。ああ、やっと来た。最初から動いてないからよ。あなたが見ているこの体は宇宙ステーションにたくさんあるリモートで動作する人形なの。私を必要とする場所がある場合にそこに意識を移しているわ。無駄話は終わり。私と数人の同僚とで大きなプロジェクトに取り組んでいるの。成功すれば数千琥珀期にわたり私たちを悩ませてきた究極の問題、アイオーンの神秘を解決することができる。アイオーン、考えてみて。あまりにも不思議な存在でしょ。中には私やあなたのように普通の人類だったアイオーンもいるわよ。なのに何かしらの方法で想像を超える力を手にした。神々たちは謎めいていて、強大で静寂で恐ろしい。アイオーンの謎は一言では語り尽くせないの。アイオーンはどうして、どうやって生まれたか、何のために生まれたか。聞くけど、あなた、これらの問題について考えたことはある？いいね。科学の基礎は知識を求めることだし、そして今、私たちは考えるだけじゃなくて行動に移さなくちゃいけない。だからあなたもこのプロジェクトに参加して、私たちと共に行動する機会をあげる。天才クラブのメンバー4人で協力してプログラムを書き上げたの。オフィスにある大きなマシンは見た？マシンの中には宇宙がある。それはまるで私たちの世界みたいだけど、もっと簡素でカスタマイズしてある。私はそれをメタバースと呼んでるの。ダメ？協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど、他人の助言には素直に従うことにしてるから、模擬宇宙と呼ぶね。早速体験しに行こう。私は模擬宇宙の中であなたのガイドをする。何かを失うことはないって保証するよ。それどころか報酬をたくさん用意したからね。今更後悔しても遅い。
戦速決で行こう。始めようか。ルールは破るためにある。意味はない。生死拒絶、一年の学び、同点元気、超無意企画。ふっ、はっ。
まだ早いし、どこかへ行く？列車に乗るんだよね。言わなくてもわかるでしょ。うちらここまで結構いいコンビだったし、おまけに同年代じゃん。理由なんてこの2つで十分じゃない？でもあんたまだ何か悩んでるみたいだね。ほら話してみなよ。うちが相談に乗ってあげる。浸るんだね。収容部分で会った時さ、あんた弱っちそうだったからちゃんと守らなきゃって思ったんだ。でもまさかバットを持って元気いっぱいに暴れ回るなんてね。それからあのでかいのを幼おじちゃんのブラックホールに叩き込んでうちを救ってくれた。まだちゃんとお礼言ってないんだよ。はあ、ここでお別れじゃなくてもよくない？その質問には答えられるよ。目が覚めたら列車に乗ってたの。うちは宇宙を漂っていたところを列車に引き上げられたんだ。どう？神秘的でしょ？こんなに危ない状況はめったにないかな。さすがのうちも結構ビビったもん。でも列車に乗ってからはたくさん不思議なものを見てきたよ。例えば砂漠で砂魚っていう動物を捕まえたり、逆さまになったお城を戻すために重力場を修正したり、道の真ん中で寝てるトナカイを避けようとしたら空から降ってきた炎鉱の弾が頭に直撃しそうになったり、今考えるとどれも危ない状況だったかも。でもみんなと一緒だったからかな、どんな問題も全然大したことなかったんだ。乗った方がいいに決まってるじゃん。なんで悩むの？今はうちら4人とパムしかいないから、一人が一つの車両を占領できちゃうんだよ。こんな寂しい状況を見て見ぬふりしないよね。じゃあ見においでよ。乗ってみればわかるからさ。待ってるからね。どう？考えは決まったかしら？ええ、何でも言ってちょうだい。そんなにかしこまらないで。あんたもあのデカブツを倒してくれたじゃない。お互いに感謝し合ってたら日が暮れちゃうわよ。あんたが宇宙ステーションを反物質レギオンの毒手から守ってくれて本当に助かったわ。ヘルタは私に借りを作ったことは認めないだろうけど、これからは私が何を頼もうと拒絶したりしないはず。宇宙ステーションから器物を一つ拝借するくらいなら多分問題ないでしょうね。そうだ、
列車に乗って話すのはどうかしら。コーヒーを入れてあげるわ。得意なのよ。とっくに住んでるわ。私は何回もここに来ているから、今回も私にとってはいつも通りの旅になるはずだったの。でも今はもういつも通りのことなんて一つもない。既存の航路をたどっても新しい発見がある。それが開拓なのね。今まで通りアキビリの足跡をたどるわ。私たちはこれまで数多くの世界に停車してきた。これからもそれは変わらない。銀河には数えきれないほどの次の駅があるのよ。広い星の海は私の夢であると同時に列車の願いでもある。私は新世界の探索を渇望し、列車は過去の航路に復帰したいと望んだの。あんたが他の人と違うからよ。性格は確かに理由の一つだけど、それだけじゃないわ。あんたには他の人と比べて自分は何が違うのか、それを見つける機会が必要だと思ったの。誰もがあんたを体内に性格がある機械な人間だと言うけど、自分で理解するのと他人に言われるのとでは、たとえ私やヘルタの主張がどんなにもっともらしく思えても、両者には大きな違いがあるはずよ。あんたはいろいろな経験をする必要があるわ。そうすることで初めて、あんたが性格によって何を得て、何を失ったのか、さらには自分が何者なのかを知ることができる。逆に言えば、性格をコントロールすることを学ばない限り、自分の運命もコントロールできないでしょうね。性格はあんたにとって未知のものなのかもしれないけど、あんたの体内にそれがあるのは事実よ。このことをしっかりと胸に刻んでおけば、きっと遥か遠い未来に進むことができるわ。どう？考えは決まったかしら？なら私についてきて。The way to celebrate. 出発出発。 I'll be waiting. 乗りましょう。 Till we make it. Take the journey. そこのぼんやりしてるお前、そう、お前じゃ。お前のことは姫子から聞いておる。いいか新人、大事なことは一度しか言わんぞ。最近お前は特別だといろんなやつから聞くが、ここは請求列車じゃ。この列車の乗客なら誰もが秘密の一つや二つ抱えておる。乗車したからにはここのルールに従ってもらうからな。よく覚えとけ。特別なのはお前だけじゃない。俺はパム、ここの車掌じゃ。列車の中で困ったことがあったら俺のところに来るように。どう？想像していた請求列車と何か違うところはある？ええ、
この列車に足を踏み入れた人はみんな等しく乗客になるの。そしてそれぞれが未知の終着駅に向かっている。それこそ旅をするようにね。だから開拓もこの外観を選んだんじゃないかしら。そうそう、美月ちゃんと炭鉱は自分の部屋にいるはずよ。あの子たちのところに行ってみたらどう？若者同士仲良くね。ほら、若い子の部屋には自然と個性が出るって言うじゃない。まずは慣れたらいいと思うわ。そういえばパムのことだけど、機嫌が悪そうに見えても本当は久しぶりに来た新しい乗客に喜んでるのよ。あんたに興味津々みたいね。だから何か質問があれば遠慮なくパムに聞いてちょうだい。ああ、君か。気分はどうだ？後で俺が見てみよう。とにかくナノカを救ってくれてありがとう。いや、俺は君の体内にあるものを一時的に沈めたに過ぎない。怖がらせるつもりはないが、正直に言おう、それが君の中に存在する限り助けたとは言えない。だが性格が君の体内にある以上気をつけた方がいい。俺も姫子も毎回性格を沈められるとは限らないからな。重い話はここまでにしよう。宇宙ステーションの一件で疲れているだろう。跳躍が始まるまで列車の中をゆっくり見て回るといい。姫子は蓄音機で音楽を聴くのが好きなんじゃ。これなら過去のメロディーを再生できるとそう言っておった。ちなみに陽は黒い円盤を収集するのを好んでおる。どれも骨董品らしいが、お前も外で見かけたら持って帰ってくるといい。きっとあいつも喜ぶぞ。それとも俺の話にジェネレーションギャップを感じるからか？お前、あれを知っているのか？姫子の趣味でな、いろんなところからヘンテコなガラクタを集めてきては修理しておる。あれは少し改造されているようじゃ。なの？美月ちゃんのことか？あの子の部屋を知ってどうする？ああ、そういえばお前が美月ちゃんを助けたと姫子から聞いたぞ。うん、勇気があるのはいいが少し無謀すぎる。まあそれこそ開拓者のあるべき姿なのじゃが。美月ちゃんの部屋なら客室車両にある。ただあちこちフラフラするのが好きな娘じゃから部屋にいるとは限らないぞ。炭鉱の部屋？ああ、資料室のことじゃな。炭鉱はあそこに居座っているだけじゃ。俺もあれこれ言うのが億劫でそのままにしておる。
美月ちゃんの部屋はその隣じゃから、ついでに会ってくるといい。列車の跳躍にはもう少し準備作業が必要じゃ。俺は手が離せないから、自分で好きに見て回るといい。安心しろ、列車でのお前の一挙手一投足はこの俺の目から逃れられんからな。もう来たのか。社交辞令というものを知らんようじゃな。それで俺に何の用じゃ。列車の跳躍にはもう少し安心しろ。電子機器の音が聞こえるような。誰だ。お前か。鍵はかかっていない。入れ。何か用か。そうか、ここは列車の全乗員に開放されている場所だから、お前も好きにすればいい。かつてアキビリが歩んだ道のほとんどはすでに追うことができなくなっている。しかし列車の現乗員として俺たちの旅を記録することには必ず意味がある。だから収集した資料を資料室のアーカイブに入力して、列車が訪れた場所の文明や生態、それから地質の特徴などをまとめ、過去のデータと比較しているんだ。あの端末が見えるか。あれはアーカイブにつながっていて、現在までに知られている情報を閲覧することができる。気になるなら試してみるといい。乗員で君の同僚でもあります。それでは最初に乗員証の写真を撮らせてくださいね。なんちゃって。冗談だよ、びっくりした。鍵がかかってない。入ってみようかな。少しだけなら大丈夫だよね。自分が後悔しないような未来にたどり着く。この短い間にいろいろなことが起きた気がする。
注意せよ。各乗客は注意せよ。まもなく跳躍を行う。各員、列車のラウンジに集合するように。繰り返す。まもなく跳躍を行う。各員、列車のラウンジに集合するように。次の駅に行くけど、どう？ワクワクしない？あんたにとっては初めての旅だから、うちの2倍はワクワクしてるんじゃない？あんたって幼児ちゃんみたいだね。まだ起きてもないことを心配してどうすんの？若者は気合を武器に進むのみ。ほらほら、一緒にリラックス体操をしよう。まずは不安の根源をつかむの。確かに少し分かりにくいかもしれないけど、心で感じてみて。次は意識を集中させて、全ての不安をつかんだ一点に集めるの。違うって、これは科学的な方法なんだから。気を散らさないで集中だよ、集中。最後は思いっきり不安を引っ張り出して投げ捨てる。マジ？うちは一度も成功したことないのに。で、気分はどう？少しは楽になった？どうしたの？何か言いたげな顔してるわね。あんたが何を聞きたいのか大体の察しはついてるわ。私を探して正解よ。さあ、遠慮なく聞いてちょうだい。列車について知りたいの？嬉しいわね。この列車は私たちにとって大切な仲間だもの。請求列車は開拓のアキビリが作った、彼と七死人を乗せて青函旅行をするための乗り物よ。他にも似たようなものがあったらしいけど、列車には詳しい記録は残ってなかったわ。私が列車を見つけた時にはすでに記録媒体が破損していて、多くの貴重な情報が失われていた。分かっているのはこの列車が間違いなくアキビリの創造物であり、彼と一緒に旅をしてきたということだけ。どうやって作られたのか、どうして止まってしまったのか、その理由はわからないの。この列車はかつて開拓が歩んだ軌道に沿って進んでいるわ。一部の停車駅の記録は失われているけど、最初と最後の駅の名前はペガーナ、つまりアキビリの故郷だった。ペガーナを出発して途中の駅で停車し、最後には始まりの地に戻って次の旅を始める。これが請求列車の運行予定だったんでしょうね。でも性格の出現によってどの停車駅でも遅延が発生してしまったみたい。銀河で流れている噂によれば、この列車のコアはアイオン、アキビリの心臓で、その心臓が請求列車に世界を渡る力を与えているんですって。でもその噂を証明できるものなんてこの列車では見つからなかった。それに開拓がなくなる前から列車は走っていたし、アキビリに心臓が2つもあるわけがないでしょ。だから私は列車自体に何らかの仕掛けがあって開拓の運命から力を得ているんじゃないかって考えてるの。普通の運命の後人にはできないことよ。
落ちたアイオン、逝去した開拓、彼の死は謎に包まれているわ。でも知られているアイオンの中では最も人間に近い存在らしいの。列車のアーカイブによれば、彼は人間と一緒に歩み、冒険し、戦い、喜びを分かち合ったそうよ。原動力に縛られた神として、アキビリには人間と同じような自由があった。彼は他のアイオンとは少し違っていた。そしてその死も突然で、とあるアイオンに殺されたという説もあるけど、私は信じないわ。銀河は広いから、急に聞かれても何から話せばいいのかわからないわね。これまで多くの星を旅してきたけど、まだ銀河の本質を知ったとは言えないわ。あまりにも広大すぎるもの。あくまで仮説でいいならいくつか紹介できるけど、一番有名なのは宇宙の木ね。提唱者は知恵の司令で、天才クラブ初の会員でもあるザンダーよ。彼は銀河が虚数の巨樹であり、隔たれた天体は木の葉であると主張してる。だから虚数から直接エネルギーを得られるアイオンと、アイオンに祝福された指令だけが虚数エネルギーで満たされた空間を超えて生還旅行をすることができる。文明が生まれる惑星が似通っているのもこれが原因だそうよ。でもこの説には多くの問題があるわ。天才クラブ会員番号56のイリアス・サラスは長距離センシングを発明して虚数の唯一性を反証した。つまり宇宙の季節の根幹を揺るがしたの。この他にも伸縮論やヒートトーチ論、パラレル結像論、多くの仮説が立てられてる。リドラー派の主張だと、銀河はただの夢に過ぎないとも言われてるわね。私の知る限りだと、この説はイックスの崇拝者たちに好かれているみたい。アイオーンは銀河で最も神秘的な存在よ。私たちが知っているのは、彼らが知的生命体から昇華した存在らしいということだけ。でもその条件や原理は天才クラブの人たちですらわからないの。ある生物がアイオーンに昇華すると、運命を掌握する力を得られる。そして運命の中にある虚数エネルギーを操ることができるようになると同時に、原動力に縛られることになる。壊滅のアイオーンは宇宙を破壊することしか考えていない。知恵のアイオーンは一心に万物の答えを求めている。孫悟のアイオーンは絶えず壁を築き続け、神秘のアイオーンは決定的な情報を濁すことに尽力している。あまりにも多くの謎に包まれた存在、それがアイオーン。ヘルタはメンバーを集めてその謎に挑もうとしているらしいわ。アイオーンに比べたら派閥は分かりやすいわ。共通の目的のために集まって、アイオーンや運命に対する独自の解釈を実践する人間の集団、それが派閥よ。星の神々は手の届かない存在だけど、派閥は私たちと密接に関係している。アキビリが銀河を開拓してから、人々は異なる世界の存在を意識するようになった。そしてアイオーンの力を使って生還旅行をしようとする人が増えていったの。例えばスターピースカンパニー、彼らは孫悟を崇拝していて、ひょんなことから銀河一の経済体に成長したわ。あとは天才クラブね。知恵の加護のもと研究に力を注いでいて、ヘルタみたいな変わり者のメンバーが多く在籍しているの。これらの派閥は私たちと同じ生還跳躍能力を持っているから、銀河の旅を順調に進めるためにも彼らとの付き合いは欠かせないのよ。
アイオーンの誕生は一つの運命の始まりを意味する。運命の本質は謎に包まれていて、私たちは人間が理解できる方法で推し量ることしかできない、ある種の哲学的な概念ってところかしら。ある人の意志と運命が重なったとき、その人は運命の道を歩んでいるとみなすことができる。もし本人の意志が十分に強ければ、運命の道からわずかな力を引き出すことが可能になるの。そういう人たちのことを私たちは運命の工人と呼んでいるわ。運命の工人は人間を超えた力を持っているけど、運命を完全に司るアイオンに比べればその力は微々たるもの。大海原にある一滴の水のようなものよ。それから稀にアイオンから直接力を授かる人間もいるわね。そういう人は司令と呼ばれているの。ちなみに一度開かれた運命の道を閉じることはできないの。それを司っていたアイオンが亡くなっても道は開いたまま。だからアキビレがいなくなった今も私たちはこうして星々を旅できるのよ。開拓は私たちの使命であり、列車が銀河を走るための力の源でもあるわ。未知の世界を探索して目の前の道を絶えず切り開くことね。その土地の文化を理解して溶け込むことね。新しい世界との関係を構築する、喜びや悩みを共有することよ。世界と世界を連携して決して途切れることのない道を歩むことよ。君は初めて跳躍を経験する。不安になるのも無理はない。もし緊張しているのなら俺が話し相手になろう。列車のみんなのことか。いいぞ。誰について聞きたい？姫子は星宮列車の主だ。みんなパムのことを車掌と呼んでいるが、彼女こそが列車の主であると誰もが認めている。全ての物語は赤髪の少女が星宮列車に出会ったことから始まった。それ以来彼女と列車は一心同体なんだ。彼女はまるで燃え盛る太陽のようにとても情熱的な人と言えるだろう。普段の姫子は神秘的だが、時折彼女は自分を燃やしながら夢に向かっているように感じる。彼女のような人こそ星宮列車にふさわしい。俺はそう思っている。おそらく姫子には大切な夢があって、それが彼女の人生のビジョンを形成しているのだろう。実を言うと、いつパムが現れたのか全く覚えていないんだ。俺が列車に乗る前だったか、いや後だったような。おかしいな。パムは星宮列車の妖精みたいな存在だ。列車の中で助けを必要としている者がいれば、どんな時でも必ず姿を現してくれる。だからといってパムを侮ってはいけないぞ。パムが怒ると尋常じゃなく怖いんだ。そう、尋常じゃなく。炭鉱は孤独な子だ。冷たく見えるかもしれないが、目は悪いやつじゃない。長い逃亡生活が彼を今のように変えてしまったのだろう。彼を見ていると若い頃の自分を思い出すよ。彼が何から逃げているのか俺たちは知らない。ただ一度だけ話してくれたことがある。彼自身よく分かっていないようだが、とにかく何かに追われているような気がして逃げずにはいられないのだと。かつての彼は泉州にいてカンパニーに所属したこともあるようだが、本能が早く逃げなければいけないと
絶えず警告していたらしい。そこで彼は弔い霊人のゴンドラに乗り込み、カンパニーから逃げ出して、紆余曲折を経て列車に乗車した。それ以来、ここが彼が最も長く滞在している場所だ。炭鉱に危害を加えようとするなら誰であろうと許さない。彼は列車組の一員だ。請求列車のメンバーに手を出そうとする者は、俺と姫子の憤怒の炎を味わうことになる。それは相性か。そうだな、姫子から聞いたかもしれないが、ナノカは宇宙を漂う氷の塊に封印されていた。それを俺たちが偶然発見して彼女を助け出したんだ。あれは非常に特殊な氷で、六層氷と呼ばれている。虚数の法則に従い、外因によって形を変えることのない造物だ。彼女を六層氷に封じた人物が誰であれ、その目的が彼女を守るためだったのか、それとも追放するためだったのか、詳しいことはわからない。いずれにしても、あの氷は長い間ずっと宇宙を漂っていたはずだ。この現象が初めて発生した時期まで遡ることはできないが、人類によって観測された時点、あるいは現実世界に影響を与えた時点で、すでに取り返しのつかないことになっていた。穏やかな海面に突如として嵐が吹き荒れたように、この現象の出現は順調だった生還旅行を危険なものにした。この変異侵食現象を伝播させるもの、それが性格だ。まるでがん細胞のように拡散することから、スターピースカンパニーは性格を挽回のがんと呼んでいる。奴らは壊滅のアイオーン、ナヌークが率いる軍団だ。ナヌークの信者として、壊滅の意志を実行するため、生命と文明に対して混乱と災厄を広めている。反物質レギオンの行動は、なぜという観点からは説明できない。なぜなら、壊滅という信念を遂行することこそ、奴らの唯一の動機だからな。劣化は侵食現象のことだ。今のところ性格が劣化を生み出しているという見方が主流だな。劣化に触れたものや空間は変容を遂げ、特殊な劣化造物になる。だがあまり心配する必要はない。少なくとも性格は今君の体内で静かに眠っている。外部に異変をもたらすことはないだろう。美月ちゃんみたいに車内を走り回るんじゃないぞ。これから跳躍前の最後の準備を始める。Thank you.